ロッカーズさんは初めて、ハイライトゴーさんたちに、ご招待されてっていうか、ご紹介していただきまして、今日初めてすごいドキドキなんですけど、昭和歌謡ですか。
ちぎり無口で人見知りが激しいもんですから、あまり話してるのは見てわかるように、はい、ありがとうございます。今日も頑張って、あの年がいもなくっていうかまだ若いですけど、ちょっと見に入ってきました。あのヤブちゃんとスギちゃんのリクエストに応えて見に来たんですけど、次は3曲続けて、ま、あの私たち HKPA の定番といえば定番の曲を曲を紹介した方がいいですかね。はい、真ん中辺の方、昭和歌謡です。多分あの分かると思いますので、一緒に歌ってください。スギちゃん。
と思い出ボロボロ聞いていただきました。同じ匂いがします。なんか昭和にトリップした。ええ、多分ただ言ってないで、じゃあただ今日は酒が飲めるな。多分こう半分の人は知ってるけど半分の人はわからない。わからないですか。わからないですよね。ですよね。すいませんね、このずらっとこのメンバーを見ていただくとわかるんですけども。若い歌を歌いたいと言っても却下されるもんですからね。どんどん昭和の昔々に戻されていくわけで、で新曲やるよって言ったらあのさっきの沢田研二ですから。沢田研二いつ歌って。では、ラスト2曲。ラスト2曲はちょっと演歌に突入させていただきたいと思います。お若い方すいませんね、分からないと思いますけど、聞き上げ最後まで聞いていってください。
だよ。全然あの、はい、全然喋っていていただいて全然構いませんので、じゃあラストですね。夜桜お七を聞いてください。
で、ちょっと 夏にもう春を飛び越して夏に突入させていただきますけど、スギちゃん頑張れ、スギちゃん、ヤブちゃんも、ヤブちゃんも、ヤブちゃんも、あ、俺じゃないでしょ、スギちゃん、ルミ、ルミ、ルミよー、ルミよー、あ、いいねー、ユミちゃん、ダメさあ、青汁、じゃあ青汁さんも梅ちゃんではですね、涙の太陽を